さあそれではここからは本作で20年にわたりましてボクサー達吉浄一郎を撮り続けた坂本監督と主演の達吉浄一郎さんにもお話をお伺いしてまいりたいと思いますさて坂本監督達吉さんとのまあ最初の出会いそれから今回の映画ジョの明日の制作に至った経緯からまずはお話しいただいてもよろしいでしょうかえ僕はあの監督デビューが1989年なんですけども ちょうど同い年に辰吉君がプロデビューをしましてそれであ,のあるスポーツ雑誌でそのボクシング映画で監督デビューした新人坂本が100年の100年に1人と言われている逸材新人ボクサーを取材するという雑誌の企画がありまして僕が取材する側ですねそれで辰吉君の練習する大阪帝園事務に行って行って 彼を取材させてもらったところから、まあ、電話番号を交換して、まあ、一緒に食事をしたりコーヒー飲んだり電話で話したりっていうお付き合いが続いてそれで、えー、20年前に「えー、ボクサー・ジョー」っていう、えー、辰巳君のドキュメンタリープラスドラマという企画をいただいてそこで初めて彼にカメラを向けたわけです。でまあ、これはあの <laughs> ドラマとドキュメンタリーという組み合わせでい、えーまあ、えばドキュメンタリーの方辰吉君にいろいろインタビューをしたんですけども、まあ、なんか届かないもやもやといいますかあの消化不良がありましてそれで、えー、改めて、まあ、スポンサーなしでもいいから撮り始めたいということで、えー、もう一度辰吉君の了解を得てあのジムの了解を得て撮り始めて。 でえー、まあいつか作品にするという思いで続けて冒頭言いましたように、えー、まあ数年粘って撮ってという考えではいたんですけど、えー、それからあ20年撮ることになって、えー、今回20年という節目と彼の、まあ、次男重貴くんがプロデビューすると。で辰吉君の立ち位置としては まあ現役でありながら今度は自分の息子の試合をリングしたから仰ぎ見るようになるとそういう,こう位置立ち位置が変わったというそのタイミングでえ仕上げようということで今回に至りりまましたなるほどありがとうございます達吉さん、えー、と今お話もございましたけれどもこのボクサーショーが終わった後もです、ね、あともカメラを回し続けていらっしゃるこう坂本監督についてはどんなふうに思われていらっしゃったんですか。 そうです、ね、僕もまだしつこくやってるんですけど、まあ、監督もしつこいんですけどもね <laughs> ちなみにですけど僕も現役なんで、まあ、引退してませんから、まあ、引退するまで取ってくれんとこもあるし別に、まあ、取らんでもええんねんけども、まあ、僕はまだやってるという段階ですからそです頑張ってます。<laughs> ででもこの映像を拝見いたしますと本当にこのカメラにの前でこう語られる辰夫さんの言葉っというのがものすごくこうあの真実味があるというかこう真剣味にあふれていての坂本監督のこう思わず問いかけにこう本気になっていつも何かこういろんな話をされていたよく覚えてません。 その時その時の思いをですねぜひ皆さん、この映画の中であのご覧になっていただきたいと思いますけれども、坂本監督、本当にあの20年間という非常に長い期間にわたる撮影でございましたでまたこの取りためたものを一本の作品に仕上げるというのも非常にご苦労があったかと思うんですけれども、このあたりについてはいかがでしょうか、うん。<laughs> そう取りためためものは、まあ、千分ぐらい 1000、ね、分ぐらいの中の82分を、まあ、今回、えっと、作品に使ったんですけどあの見ていただければ分かりますけどもあの、まあ、彼はあの、まあ、今日はあの主演っていうふうに紹介されてますけど下映画ではないんで、まあ、俺はもうこのあの多分ちょっと場違い感があるのかもしれないんですけど僕としては下映画で役者の顔を撮るのも 達吉君の顔を撮るのもカメラがあってフィルムカメラがあってスタッフも全部僕劇映画のスタッフと一緒に臨んだんでなんかその顔を撮るっていうことにおいてはあの僕にとっては一緒ただ捉える側は多分違うと思うし台本もないんですけどできっと劇映画のあいまいまにあの20年間え彼のもとに行って彼からこう言葉を引き出すというそういうことを続けてまあ僕にとっても多分 あの鍛錬されたと思うしでまたあの辰吉家の皆さんともあのそ,その長さの間お付き合いがあってとってもあの豊かなあの20年だったと思いますえ僕はあの東京であの監督監督って非常にこうなんかみこしにかつがえて何か言われてますけど辰吉君の家に行くとあの何者でもなくなるっていうこれがすごく気持ちよくてあのだからこそ続いたし。 まあ、今、辰吉んじゃなければ、この面構えじゃなければ、20年も取ってきてないです。でいいですか。よし、そうしましょう。<laughs> <laughs> はい。<laughs> ありがとうございます。あの坂本監督、ちなみに、これ作品化するにあたって、こうあえて一般的なこうドキュメンタリー的な作り方をせずに。まあ、辰吉さんの、こう言葉を。 とか顔にフィーチャーしたこうえ作品になっているということでございますがこのあたりについては何かこうあの思いというか狙いというかはございましたか辰吉ああ君はまあマスコミにおいてその元不良で、えー、ガキ大将でそれであのリング立てばその腕をぐるぐる回したりっていうパフォーマンスとか結構。あの ビッグマウスってことではないんだけどもそのいわゆる自らショーアップしていく感じの辰巳君ですけども映画見てもらえば分かるんですけども非常にその言葉の紡ぎ方っていいますか理論的だったりあるいは言葉の選び方だったりそういうものをすごいクレバーなものを感じてでいえば華やかなあボクサーではあるんですけどそのまあちょっと陰影というか。 陰めいたものそれもえ、もっと言えばその普段みたいなものを、えー、感じてもらえば嬉しい、そのために、まあ、作ったと思うし、そのために辰吉君のところへ通い、あの必要に、えー、あんまり聞かれたくない質問を、まあ、続けてきたわけです。ということでいいですかよろしくお願いします。 辰嘉さん <laughs> で、本当にあのこういった言葉の一つ一つの中にもこうお二人の、まあ、20年間培ってこられた関係性築き上げた関係性というのが見えてまいりますけれどもこの20年間でこう坂本監督に対する思いですとかあのお二人の関係性というのは何か変わりましたか、辰嘉さん、いかがでしょう。 <laughs> この20年間、ずっとこうカメラを回している側、はい、そしてずっとこうお話を聞かれている側として、お付き合いをずっと続けてこられたわけですけれども、坂本監督に対するまあ当初の思いと、それからまあ今の,あの思いとか関係性、お2人のこう関係性っていうのは、何か変わられたところってございますか。別に,に変わりはないんですけど、ひ、まあ、一言で言うとしつこいなという感じですかね。 すごいけどこうなんかその思いに応えてやるかっていうそういう感じでしょうか、うん。もしはできないというか、うん、なんか点点点なんですよね。意味がわからない。やめと。まあ<っ>いい監督です。そう言っておきましょう。きっと本心だと思います。いい監督、坂本監督。嬉しいですね。 あのね、あの大体こう公の場所に行くとねこうやってこう僕をこういじるんですけど二人きりになるととっても優しい彼ですよ。<laughs> <laughs> うん、あの一回り下ではあるんですけどで,でもなんかね、うん、教えられることも多いし、うん、さっきはあの元旦と元日は違うっていうのを教わって。 元旦っていうのは午前中のことを言うんですよ監督って言われてあ,あそうなんっていうそれをまずさっき教わりましたなるほど